皆さんこんにちは。こんにちは。これまでの動画をご覧いただいた皆さんはお気づきだと思うんですけれども、この裏ベイフローキャップっていうのをユニフォーム的にちょっと裏メンバー専用で作ってみました。このフラットタイプとベースボールキャップのラウンド型のタイプ、はい、はい、2種類作ったので、これからサマーズさんとリナちゃんにどっちがいいか選んで見てもらいたいので、ちょっと楽屋にお邪魔しようと思います。行ってみよう。いいよ。うら、じゃあまずはリナちゃんから入りたいと思います。はい、失礼します。あ、おはようございます。おはようございます。じゃあリナちゃんちょっと真ん中に。はいはい。今日これから撮影ですけれども、はい、緊張してますね。緊張する、もう毎回緊張するんですよ。ね、言ってましたもんね。今日もドキドキしてるんですけど、ね、私たちもちょっとドキドキしてますけれども、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、はい、今日から撮影始まるんですけど、はい、裏ベイフローキャップっていうのをレギュラーメンバーのユニフォーム的に作ってみたんです。え、かっこいい、かっこいい。お、私これあれでしたね、裏ベイフローの企画まだ、そう、これから説明するんですけどデザインだけ今見てかっこいいって言ったけど裏ベイフローって何って、これはまたこの後で説明しますね。あ、はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。で、フラットタイプと、はい、ベースボール型のラウンドタイプがあるんですけど、どっちがいいですか？迷いますね。かぶってみます。かぶってみます。これはね、これでここのちょっと前カラーのっていうのが可愛い。リナちゃん何でも似合うかな。どうですか？可愛い。どっちがいいか。めっちゃコーデに似合ってます。そうですね。もう一個かぶってみます。もう一個かぶってみます。はい、いいですか？あ、でもこっちもしっくりくる。私もこっちがしっくりくるかもしれない、ね、うん、どうだろう。じゃあこっちにしましょう。こっちでよろしくお願いします、うん、じゃあ後ほど後ほどまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。サマーズさんの控え室にお邪魔しようと思います。失礼します。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お邪魔します。はい、お邪魔します。うん、なに、これやってくるシリーズみたいな好きなの。なんか待ってて、着替えてて、ベイフローに着替えてるから。あ、そうですね、もちろん。ありがとうございます。下着待っててねっていうことで、はい、お待ちいただいてありがとうございます。おい、あれなんか良さげなもの持ってるな。どうしたの？ お気づきですか？うん、目立つもんだいや、こういう言い方しちゃあれだけど、違和感あるそうですね、そうですね、うん、ちょっと今年の裏ベイフローのユニフォーム的に、うん、お、いいじゃん。メンバー全員お揃いのキャップを作ってみました。おー、そうね、もう三村さんも絶対こっちですか？そうっすね、これしか被らない。じゃあ被って三村さんからちょっといいんですか、試していただいて、はい、鏡ミーミーやっていいんですか？ぜひぜひ。かっこいいじゃん、この裏っていうのが。なんかこれ一色なんだ、これの一色です。ちょっといいですか？じゃあでも裏面がグリーン。そうなんです。あー、なるほど。裏、あ、もうめちゃくちゃしっくりきますね。めちゃくちゃサイズぴったりだったわ。裏、いい、もうかぶってきたみたいな。いい、念のため三村さん、こっちもかぶってみてください。これ恥ずかしいんだよな。え、全く普段かぶらないですか？こっちは、ね、スクエアの方はおじさんはダメなんですよ。若い人向けなんだよな、やっぱ。ちっちゃいし。あ、失礼しました。これぐらいかな。あ、でも、めっちゃかっこいいですよ。大丈夫ですか？はい、新鮮ですが、かっこいいです。で、今日のファッションがもう、ちょっと若い人向きだから。なるほど。じゃ、これでいっちゃう。お、下町のおじさんですか？下町息子の帽子をかぶったおじさんじゃない。あったからかぶっちゃったんですよ。そうそうそう、なっちゃう。でも今日の洋服に合ってます。うん、はい、じゃあ大竹さんも結構似合ってる。うんうん、本当に、はい、結構似合ってます。大竹さんも試してみてください。この何、シュッてまっすぐだからって抵抗をしてる時代じゃないのかな。そうですね。俺どっちですか？これがカーブしてる方です。
まあ、かっこいいですね。寝起きかなみたいな。寝起きでその家から来たんですかみたいな感じ。めちゃめちゃ似合ってます。本当？本当かな。もうやっぱメガネがね、おじさんの感じ出るからね。あっちだ。そっちですね。こっちだな。そっちだ。お二人とも。こっちだ。こんなやついる？これ。ファッションと合わすとそっちなの。うん、そうっすね。そうなんですよね。こっちっすね。こっち。こっちの方が似合います。似合ってないでしょ。いや似合ってますよ。本当？だから本当。息子の臨時でかぶって臨時でかぶって寝起きで出てきたみたいな。これ何こうちょっと浅めにかぶるのかもうちょっとこう深くするのかどっちや。浅めの方がいい。浅めの方がいい。はい、この緑が見えて可愛いので。ああ、じゃあこれで、はい、今日はじゃあこれで。ありがとうございます。ちょっと今日これから撮影が始まるんですけれども、うん、気合のほどはいかがですか。何やるかが何にも知らない、分かんないので。そうですよね。ただ長いっていうことは聞いてるんで全部終わりが長いっていうのは知ってる。はい、すいません。だからそれへの覚悟はしてる。あ、ありがとうございます。あと同じなんか作業はもし入ったとしたらやってくださいって言われてから早く終われよみたいな雰囲気が怖いいや、そこそこかかるよみたいなやつを確かにまだですかねみたいな、あれはやめてほしい、ね。長いっすね。長いっすね。いや、やらしてんだよ。あれ怖いっす。気をつけます。うん、はい、そこだけね。はい、うん、ありました。すいませんって、なんか忙しちゃってみたいな雰囲気だけ出してほしい。わかりました。今日は割とライトな。あ、そう。はい。あと、三村さんは早く終わりましたけどって、やっつけてないからね。その長さにちょっとあれがある。そう、うん。差があるわけ。はい。じゃあもうそういったところに気をつけて、はい、今日も一日頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。お邪魔しました。うら、いや無事に、はい、意外にも配布終了。2人ともまさかのフラットだった、はい、まさかのフラット。でもすごくお似合いでしたよ ね、サマーズさんもね、うん、うん、よかったです。新鮮な、うん、これって非売品なんでしたっけね、そういう声がきっとあるかなと思いまして、はい、実は、はい、ということで今年1年このキャップをかぶって、はい、ね、頑張っていきたいと思いますので、皆さん楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。